ジャニスノーマンの最近のニュースを14個お伝えします。まずは発表された出演予定です。8月12日放送の音楽番組ライブエールにスノーマンが生出演すると発表されました。ライブエールは今年で4回目となる NHK 夏の大型音楽番組。なんと紅白と同じ NHK ホールから有観客で生放送。司会は内村照良さん。会場も司会もほぼ紅白歌合戦ですよね。番組公式も真夏の紅白と歌ってるんですよ。歌唱曲はまだ発表されていません。8月の楽しみできた、めっちゃ嬉しい、安倍深入所日に会えるのかと喜びの声が上がっています。放送日は安倍くんと深澤くんの入所19周年の記念日なんですよね。続きまして、7月22日土曜日放送 FNS 27時間テレビの出演時間が発表されました。安倍くんが7月23日日曜日13時30分頃謎トレ川柳コーナーに、向井くんが同じく7月23日日曜日16時30分頃ドッキリグランプリコーナーに出演。2人とも生出演のはずです。2人の出演時間がそんなに離れていないので助かりますね。はい、続きまして、渡辺くんが出演しているウソ婚第1話の平均世帯視聴率が 2.9% と発表されました。これは一般的なドラマからすると爆死レベルで、23時代のドラマとしては悪くない数字のようです。ウソ婚と同じカドラ11枠で放送されていた前作は初回 2.5%、 ウソ婚は前作を上回りました。ウソ婚放送翌日には TVer 総合ランキングで1位を獲得。ウソ婚の TVer 会長、テレビ見ないスマホ視聴世代が多いんだなといった声が上がっています。ということで、ウソ婚の視聴率はめちゃくちゃいいわけではないし、かといって悪くもないスタートというニュースでした。はい、続きまして、目黒くんの人気が30倍のニュースです。ファッション誌 Vivi 9月号で発表される恒例企画、国宝級イケメンランキング2023年上半期で NOW 部門1位を獲得。22年下半期に続く2冠を達成し、殿堂入りが決定。目黒くんの得票数が30倍になったことが話題になっています。2020年上半期は約1万票でベスト10圏外の13位でした。そこから7位、3位と順位を上げ、その後2位が2度続いて前回初の1位、そして今回なんと約27万票を得票。たった3年で得票数が27倍になり殿堂入りです。スノタンからは、まさに駆け上がったという感じだよね。単純にこのランキングだけ見てもメメタンが30倍近くに増えたってことかと、目黒くんの人気急上昇ぶりに驚く声が上がっています。ちなみに渡辺くんがアダルト部門4位、深澤くんがアダルト部門8位にランクインしています。視聴者のみたちゃん、すももちゃん、ほか情報提供ありがとうございました。はい、続きまして、7月14日から7月10日までトリリオンゲームのアドトラックが渋谷と新宿の駅周辺を走ると発表されました。主要キャスト6名がデカデカとプリントされたトラックです。早速トラックに遭遇した人の動画を見ると、人だかりができるほどではないですが、あ、トリリオンゲームだとスマホのカメラを向ける女性が20メートルに1人くらいの間隔でいましたよ。なかなかすごいなと思いました。視聴者のみたちゃん、情報提供ありがとうございました。はい、続きまして、宮舘くんのプライベートの様子がある YouTube 動画に映り込んでいると話題になっています。その様子がこちら。6月27日にセリーヌ公式 YouTube チャンネルにアップされたウィンターコレクションのショービデオです。1秒もないほんの一瞬、宮舘くんが歩いている姿が収められています。この映り込みによって2023年2月10日にフランスパリで開催されたセリーヌのコレクションを見に行っていたことがわかります。ちなみに5月23日発売のジンジャー7月号でも、最近時が止まればいいのにと思った瞬間はという質問に対して、パリでセリーヌのショーを見てエディ・スリマンに思いを伝えた時と回答していました。はい、続きまして、サイゾーウーマンのウェブ記事でジャニーズ生写真売上2023年6月ベスト10というのがあったので共有します。原宿竹下通りのジャニーズ生写真ショップの売上ランキングです。なんとスノーマンメンバーがトップ10の半分を占めていました。
スノーマン以外は全てインパクターズで最初の駆け込み購入があったと見られています。まず10位から8位はインパクターズ、そして7位がスノーマン渡辺翔太、6位スノーマン目黒蓮、5位スノーマン目黒蓮、4位スノーマン阿部亮平と佐久間大介、2人が一緒に写っている写真ですね。3位がスノーマン目黒蓮、2位と1位はインパクターズでした。目黒くんと阿部作、そして渡辺くんが人気なんですね。はい、続きましてトリリオンゲーム原作の作画を担当した池上良一先生が目黒くんを絶賛しました。1月10日の TBS ラジオかまいたちのヘイタクシーにトリリオンゲーム原作者稲垣先生と作画担当の池上先生が登場。漫画家歴60年の池上先生はトリリオンゲームドラマ化、夢のようなことが起こってる、人気の目黒くんと佐野くんがやると聞いて60年やってなきゃダメだ、長生きするもんだな、今回僕が描いてる春にそっくりじゃないですか、僕もいい男描くの好きだけど現実にこんな男いるわけないじゃんって、でもいたじゃんっているんだね。濱家さんドンピシャですよ本当に、という会話がありました。視聴者のうのさん、情報提供ありがとうございました。はい、続きまして1月5日に発売されたスノーマンライブツアー2022ラボが初週売上 68.6万枚を記録、日本の映像作品で今年度最高の初週売上を記録、さらに初週にして自己最高累計売上も記録、スノーマン史上一番売れた映像作品となりました。初週売上50万枚超えを達成したのは史上4組目で、嵐、安室奈美恵、キンプリに次ぐ快挙です。国民的アイドルにまた一歩近づいたね。次のドームツアー円盤の時は初週売上80万枚超えそう。まだまだ駆け上がっていく姿が楽しみ、といった声が上がっています。はい、続きまして、視聴者さんからのスノー情報コーナーです。このチャンネルのコメント欄に寄せられたスノー情報をいくつかピックアップして共有します。まずは MFOE さんからの情報。トリリオンゲームの単行本を1冊買うと、春のオリジナル名刺がもらえるキャンペーンやってます。全国の該当する本や、結構多いです。で、数量限定です。1人1枚なのか1冊1枚なのかは店舗によるのかもしれません。続いてシュガーマムさんからの情報です。トリリオンのキャラバンがララポート海老名、堺、愛知、統合、富士見とあって、ドラマ展フォトスポット公式グッズ販売会があるらしい。東京は8月以降になるのかな、楽しみに待とう。続いてきなこママさんからの情報です。ウソコングッズショッピーはスタンドメモセット、アクリルキーホルダー、ドラマコレクションカードセットという情報でした。続いてこれはラジコの視聴期限に間に合わないかもですが、ニーナさんからの情報です。7月8日のマテムリでニコイチ水族館事件の話があったんですけど、ラウさんの誕生日の話もあったので、ヒークンタン、ラウタンの方にもラジコで聞いてほしいです、という情報でした。コメントありがとうございます。はい、今回のニュースは以上です。このチャンネルではこのようなニュースの他に、スノーマンの直近の出演予定を木曜日と日曜日の週2回欠かさず投稿しています。ぜひチャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。スノー情報があればぜひコメント欄で共有お願いします。じゃあに、じゃあに。